バーン。あのですね、トイザラスに行って、あるものをね、買ってきたんですけども、その時、店員さんに、レジ袋いりますかと、言われたので、あ、大丈夫です。これがあるからと言って、今日ね、買ったものをね、この中に入れてもらいました。嘘です！一ノ瀬隼人でございます。決まりました。この名前のところはまだ仮ね、仮。この袋は仮面ライダーストアでもらいました。もうもらえないよ。驚くほどこれぴったりサイズなんだけど。はい！はい！ついに来ました。はい、予約特典のレイズバックルももらいましたよ。さあ本日は2022年9月3日、土曜日なんですけども、いよいよ9月4日から放送開始となる、令和ライダー4作品目の仮面ライダーギーツの商品が発売となりました。ありがとうございます。さらにドン、ドン、ドラー、多い。さあ今回紹介するのは、こちらでございます。変身ベルトデラックスデザイアドライバー&ゾンビレイズバックル&レイズバックルホルダー。はい、対象年齢3歳以上。オッケー、大丈夫。仮面ライダーギーツと仮面ライダーバッファに変身。はい、私セットの方を買いました。箱的に単品の方が良かったんだけどね。右にはギーツ、左にはバッファ。このセット買えば2人の仮面ライダーに変身することができるよと。で、今回からこの箱のこのベロンベロンがなくなったんだよね。正直ベロンベロンジャマトなんだよね。はい、箱の横にはギーツの7フォームの状態のデザイアドライバー。で、反対側はバッファーの方だね。で、上にはセット内容が書かれていて、よいしょと。裏面には遊び方がびっちり。では早速こちらを開けていく前に。ふわー、花見せーちょっと前にも言ったんだけど、ギーツバージョンの方はちょっとまだ作ってないっていうね。ちょっと本編が始まってからちょっとどんな感じにしようかなっていうのをちょっと考えながら作っていきたいと思います。ちょっと初心を忘れないために一番最初にやっていたバージョンやってみようか。小指立ててないけど、まあまあ小指は立てましょう。ああ、元気ハツラツですよ。さあ開けていきましょう。いや来たぞ。この新しいライダーのベルトを開けるのってすごくワクワクしますよね。年に一回の楽しみ。おもちゃ屋さんにある私有機、あれをもう一切もう触れずに今日まで我慢してきました。デザイアグランプリの開幕だ。うおあ、またいつものセットだから、これ二つに分かれてるパターンのやつだ。よいしょと。おお来たよ、これですよ。ではまずはもういきなり、いきなりいっちゃうよ。デザイアドライバー本体もたっちゃ、はあ、これが全ライダー共通のデザイアドライバー。そしてお次はライダーコア ID。 ボン、ちょっと大きめのペットボトルのキャップ見て、ほんと飾りだよね。でこれがマグナムレイズバックル。ボン、あ、まるまるまる。ブーストレイズバックル。ドン、はい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 。おお。おぉ。で、これがハンマーか。ハンマーレイズバック。あ、押すとこんな感じなのか。そして、ベルト帯が、見覚えのあるようなベルト帯ではなくなったね。シルバーのベルト帯。で、ベルト止め。あーっと、ベルト止めは。ベルト帯の方はいつものような感じ。もうちょっとなんか大きく変わってほしいんだけど。ゾンビレイズバックル。パーン。ドン。いや、一個一個がでかいな。これひねると、バカンと、おお、ちょっとここら辺がエデンドライバー見て。で、バッファーのコア ID。そして、レイズバックルホルダーが2つ。うん、シンプルだけど、バイスタンプホルダーよりはかなりいい感じかな。こうなんか押せたりなんか回すこともできると。ちょっともう遊んじゃっていいっすか？いいっすか？電池はこの裏のこの丸いところだね。はい、いつものようにこの押し込むタイプ。押しながらこの蓋をくるっと回転させるっていうことなんだけども、単音が3本、もう3本4本ですよ。で電源スイッチは下なんだけども、では電源オン。うわでやってライダーコア ID を入れるってことだね。エントリー。あ、もうこれであれか。これでもエントリーフォームか。ちょっといきなりはマグナムブースト行ってみようか。おお。ほう。
あ、来た。おお、変身音はめちゃくちゃかっこいいよ。一回レイズバックル外した状態で、このリバースドライバーの大きさ比較、ちょっと一回倒す。正面から見ると大きさはそこまで変わらないんだけど、やっぱりこれ横から見ると、やっぱリバースドライバーの方がやっぱ熱いね。なんだけど、このレイズバックルをセットしちゃうと、いや、圧倒的にデザイアドライバーの方がでかいね。そしてめちゃくちゃ重い。これちびっここれつけたらこれめちゃくちゃでかいだろうな。え、待って、これどうなってんのこれ。もう全然ちゃんと見てなかったんだけど、この LED のところ、発光の仕方で模様が変わるって、これすごいな。そう、俺事前にそんな細かいところ見てなかったんだけど。なにこれ、すげえ。よし、じゃあバッファー。うわ、こうやりたくなるよね、もう。しかもこれ自体がこれ回転するんでしょ。あ、なるほど、回転は逆か、そうだ。では早速このデザイアドライバー細かく見ていきましょう。では早速デザイアドライバーを見ていきましょう。さあ参りますか。こちらがデザイアドライバーでございます。結構デザイン的にはね非常にシンプルなんですけども、そしてこの2つのこの左右にはね、レイズバックルをセットするスロットがあって、この真ん中にはねこうパネルが、ちょっと一回やってみていい？色合い的にはこれあってもおかしくないよね。あ、軽く入る軽く入る。でも奥までは入らないね。傾けちゃうとさすがにそんなサプライズないよね。じゃあ逆はどうでしょうか。入らない。先ほど平成が入ってしまいました。申し訳ございませんでした。はい、ということで、じゃあまずはデザイアドライバー本体見ていきましょう。だってもうこの時点でもうデザイアドライバーって言っていいんだもんね。これ完成形なんだもんね。これだけ見ると本当にシンプルよ。はい、左右にはレイズバックルを装填するスロットがあって、ここにね、なんか、認識する、いつものあれがありますね。で、今これちょっと撮る前にちょっといろいろやってみたんだけど、あんまりならなかったね。まあそういう俺プロじゃないから。まあそういうのはね、別のプロの方にやってもらいましょう。で、真ん中にはライダーコア ID を入れるスロット。で、この中のこの白いボタンを押すと、音声の方は共通。で、スピーカーはここ。で、下には電源スイッチ。上には、ここにボタンがあるんだけど、これを押すと、ロックが解除されて、これをぐるっと。お、これだけでも音鳴るんだ。で、まあ、パッと見る限りでは、この3つの箇所以外になんかこう取り付けるっていうところはなさそうだね。まあ、今後出てくるその強化フォームのレイズバックラもこの2つにつけるっていうやつかな。割ってこの両サイドに刺すみたいな。そしてこちらがライダーコア ID、ギーツの方ですね。真ん中にはギーツのライダースクエスト。で、全体的にクリアパーツになっていて、半透明なんだけど、もう、中何にもない。空の状態よ、空の状態。本当にもう飾りだね、飾り。そしてお次はこちら、マグナムレイズバックル。で、これもど真ん中にこうリボルバーがあって、回転するギミックがついていて、で、あとここにはトリガーがあると。で、このウェブの取説に書いてあるんだけど、この変身するときにこのリボルバーの部分、これを6分の1回転分回します。これちびっこわかんないでしょ、これ。あ、でも今のちびっこだったらもうわかんのかな。で、右の方にはこのクリアパーツ。これ今見るとこの赤と緑のデザインが入ってるんだけど、これさっき私大興奮したね。発光パターンが変わることによって、この模様がね、交互に変わるっていう、これすごいよ。で、裏面がこんな感じ。あ、ここに QR コードあったんだ。これまた相変わらずだね。この白い部分が、これかな、このデザイアドライバーのこの、ここにあるボタン。これが押されるようになっているのかな。押すと、こう、クイッ、クイッと動いてくれて、で、リボルバーの方も動かすと、はいはいはい。左右に動いてくれます。
そしてこれもまた異彩を放つブーストレイズバックル、劇場版リバイスの方であの技術が初登場したんだけども、これを見た瞬間にああもう完全にアクセルじゃないかと。この赤のメッキがすごいキラッキラよ。あ、これ真ん中のこれバイクのマフラーか。ブンブンとバチクソバイク BKB ひーで、右の方にはグリップがあって、これ両方ひねることができると。でひねるとパカッと、おー、裏の方は QR コードがあって、こちらも同じくひねるとこの赤い部分が動くと。そしてこちらハンマーレイズバックル、全体的に黒と、これは混ぜまた平成が入ってしまいました。大変申し訳、今回のこのコレクションアイテムは、光もせず音も鳴らないというね。果たしてこちらをデラックスと言っていいのだろうか。もう食玩とも一緒ですよ。デザイアドライバーにセットしてこれを押すと音声が発動すると。で、裏には QR コード、そしてこっちは非常に魅力的。今回このデザイアドライバーを買うと先着でもらえるこちらリバイスドライバーレイズバックル、開けていきましょう。ポンと、お色の方はもう非常にリバイスカラーですね。で、真ん中にはリバイスドライバーのデザインが入ってます。果たしてこのレジェンド系はちゃんと全部出してくれるんだよね。もちろん出るよね。これはね、俺ね、集めたいわ。これを集めたい。安いし、その前回のそのバイスタンプみたいに、ちょっとなんかこう分かりにくいようなデザインだとちょっと、あれかなって思ってたんだけど、これ思いっきりもうベルトのデザインが入っちゃってるから、ここら辺はもう昭和、平成、令和全部出てもらいたいところ。で、こちらギミックの方は、ポンポンポンと押すことができたり、そして、回転ができると。そっか、こっちにつけて、リボルフォンするとくるっと反転になっちゃうから、くるっと。わー、なるほど、そういうことか。さあ、お次はバッファーの方。バッファーのライダーコア ID。こちらは紫のクリアパーツになっていて、正面にはバッファーのライダースクエスト。で、もちろん中身は空っぽ。そしてこちらがゾンビレイズバックル。ゾンビっていうだけになかなか怖そうなデザイン。で、こちらをこれをぐるっと回すと、パカッと、わおと回転して中から手がうわっと出てきますね。で、こちらも裏の方には QR コードがあります。戻すときはこの手をどかしてあげて、で、パカッ、パカッと。で、最後こちらレイズバックルホルダー。こちらに関しては令和ライダーで初じゃないか、こうギミックがあるの。このホルダーのこことここに合わせて、カチャッと、おー。で、外すときは逆の手順で、コッと。カチャッとはまるからそんな簡単には外れないね。で、上にこのボタンがあるんだけど、これを押しながら、こうな、ちょっとこう斜めにすることができるんだけど、これは意味ないんだよ。これは意味ないんだけど、これってね、なんか説明書に書いてあるんだけど、このギミックに関してマグナムシューター、あっちを取り付けた時にこう、回転することができるよって説明書に書いてあったんだけど、それって、どういう意味？もしかしてあれかな？つけながらちょっとこう傾けて攻撃するっていうなんかアクションあんのかな。いや、一通り見ていったので、じゃあ音声行きましょう。そう、忘れてました。こちらのこのデザイアドライバーのこの裏側、左右にこのボタンがあるんだけど、これはレイズバックルの取り外しボタン。よし。の前に、このベルト帯にこのレイズバックルホルダーをつけましょう。つけ方は簡単。ここに帯を通してあげるだけ。オッケー。はい、デザイアドライバーつけました。この単体だけでもなんかいいね。こうやりたくなるね。あと、こうやりたくなるね。で、左右には、レイズホルダーバックル。さあ、ではやっていきましょう。まずは、エントリーレイズフォームに変身。回転させると、あ、こんな音声が。続いて、アームドハンマーに変身。で、もう一度押して必殺技。いや、ほんとこの LED が綺麗だな。さあ、続いてはマグナムフォーム。押して。お次は必殺技、動作は一緒。
回転させてリボルボン変身。さあ、お次はマグナムフォームアームドハンマー。で、さらに、マグナムハンマー、ビクトリー。マグナムハンマー、ビクトリー。で、ハンターやっても、マグナムハンマー、ビクトリー。さあ、続いてはブーストフォームに変身。お次は必殺技、ハンドル一回ひねる。やっぱバイク音が多いな。で、さらにブーストタイム必殺技、ハンドルを二回ひねる。でもう一回ひねる。またまた登場アームドハンマー。そしてここでいよいよ基本となるマグナムブーストフォーム。やっぱりこの真ん中のこのデザインの柄が変わるのすごいな。これでブーストタイムやったらどうなんだ？ちゃんとマグナムも追加されましたね。そう、それ忘れてたな。ゾンビレイズバックルを使って仮面ライダーギーツゾンビフォームに変身。これマジテレビだとどういう感じになるんだろうか。もう最後なんだあの液体みたいな音は。で必殺技。試しにブーストやってみようか。
んなのやってくれるのか。じゃあ一回これ外してバッファー、てかこれやっても一緒だよね。だよね、一緒だよね、そりゃそうだよね。得点についてきたリバイスドライバーレイズバックルやってみようか。おお、ちゃんとリバイスドライバーと。で、押す。は、やばくね？これいいじゃん。これ音声聞くときにわざわざリバイスドライバーの引っ張ってこなくてもいいわけだ。あとはこのリバイスの最終回でやっていたやつもやるか。多分これは冬の映画でやるんだろうね。ちょっと待って、今追加なんだけど、今もう一回これ電源入れたら、音鳴らずになんか点滅してるんだけど。で、ライダーコア ID 入れると、音鳴らないんだけど。お、どうしたこれ。どうしたこれ、これ多分これ電池切れじゃねえかこれ。はい、今電池新しく変えたんだけども、これでやると、おぉ。ああ、よかったよかった。電池の残量がなくなると、点滅だけして音なんないの？はい、ということで今回はデラックスデザイアドライバー&ゾンビレイズバックル&レイズバックルホルダーを紹介しました。まあ今まで令和ライダーの変身ベルト、あの01ドライバー、ソードライバー、そしてリバイスドライバーありましたけど、今回、今のところもこのデザイアドライバーがもう過去一ですね。これはすっかっこいいよ。もういらないよっていうぐらい豊富なギミック。そしてこの音声も活かしてんのよ。いやもうこのデザイアドライバーの中にはあとどれぐらいの音声が入ってるんだろうか。多分すげえ入ってんだろうな。さあ次回はこれとか、これとか、ドーンとこれとか紹介していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。